パリメトロ4号線、パリメトロ4号線、リンニュ40メトロでパリは、北のポルトド・クリニャンクール駅から、南のメリード・モンルージュ駅を南北に結ぶ、全長 12.1km の地下鉄路線である。2022年に、自動運転化が予定されている。2013年3月までは、南の終点がポルト・ドルレアン駅であったことから、現地ではしばしば、 オルレアンクリニアンクール線とも呼ばれる。路線全体がすべて地下を通行し、またタイヤ走行であるため、一番暑い地下鉄とも揶揄されている。パリでは1号線に次ぎ、2番目に混雑する路線。路線図1930年頃は、M4 系車両が使用され、路線がタイヤ走行に置き換えられるまで、この車両は延べ300万キロ以上走行したと言われる。 1966年10月から翌年7月に、またって MP59 軽車両への置き換えが行われた。1997年、1号線に MP89 軽車両が導入される際、1号線で供用されていた MP59 軽車両が4号線に転属し、同時に11号線から MP55 軽車両の運用が終了した。 現在は1号線の自動運転化により2011年から2012年にかけて1号線から転属してきた MP89 系により運行されている。MP59 系車両は4号線では6両編成であり、かつての構成は順に2等制動電動車から2等電動車から1等付随車から1等2等号作り付随車から2等電動車から 二等制動電動車となっていた。現在は一等車が廃止され、すべて二等車になっている。ありがとうございます。